アルマゲスト、アルマゲストはローマ帝国時代にエジプトアレクサンドリアの天文学者クラウディオス・プトレマイオスによって書かれた天文学の専門書である。本書で展開された天動説と円運動に基づく天体の運行の理論は千年以上にわたって数理天文学の基礎として中東及びヨーロッパで受け入れられた。本書は 天体の運行の幾何学的なモデルを中心に、観測や天体の位置の計算、必要とされる数学や簡単な宇宙論まで、天文学を運用するのに必要な知識を広く、網羅し、体系的に解説している。プトレマイオス自身の手による原点は失われているが、ギリシア語写本の題名として古代ギリシア語、アルファシータイータミューアルファータウイオタカッパシグマ、ニュータウアルファークサイオタ。 あるいは古代ギリシア語、イプシロンガンマラムダイータシグマ、ニュータウアルファークサイイオタタウシグマタウローニュー、ミューアルファーといった題名が見られる。これが後に、アラビア語に翻訳された際に、と呼ばれた。なお、アラビア語にミジェスティといった語彙は存在せず、ギリシア語のミューイプシロンガンマシグマタウイータの最上級を翻訳したものであると考えられている。これがさらにラテン語に翻訳されて、ラテン語、 アルマゲステムあるいは、ラテン語、アルマゲスティと翻訳された。A、アルマゲストは、その現代語形の名前に変わった。アルマゲストは、現代の我々にとって、古代イギリシアの天文学史、数学史の重要な資料でもある。フトレマイオス以前のヒッパルコスやペルガのアポロニウスの、天文学研究及び、三角法の方がである、弦の表については、本書の言及が、 今のところ最も豊富な情報を与えてくれている。ただし、両者の間の多大な時間の経過から、その信頼性については、一定の留保が付けられている。アルマゲストが執筆された年代については、近年の研究によって正確に確定している。プトレマイオスは、期限147年から148年に、エジプトのカノープスに、 自らの天文学理論を記した石文を混流した。1980年代に N.T. ハミルトンは、このカノオプスの碑文に書かれているプトレマイオスの理論は、アルマゲストに書かれているものよりも以前の形式であることを発見した。従って、アルマゲストが完成したのは、プトレマイオスが天体観測を始めてから25年後の紀元150年頃より、後ということになる。 アルマゲストは13巻からなる。各巻の内容は以下の通りである。アルマゲストの宇宙論は大枠においてアリストテレスの宇宙論を継承している。ただし、議論の進め方は、より経験からの機能を重視する。以下の5つの要点を含む。大地をくるむように取り巻いて展開は存在し、点は、休憩で、天体の日周運動や年周運動は、 天球の回転で説明される。大地は休憩である。地球は宇宙の中心に位置する。地球の大きさは構成までの距離に比べて極めて小さく数学的な点として扱うべきである。地球は動かない。上記の位置では古代イギリシアの様々な日周運動の理論を経験的な論拠で論破し、天球の回転による説明を擁護する。また、 蒸気の4で恒星までの距離を非常に遠方としている根拠は地球のどの場所でも見える方向が変わらないからである地球球体説の証明では南北で見える恒星が違い天体の高度も違うよって大地は南北方向に曲がっている東西で天に見える現象の時間がずれるよって大地は東西方向に曲がっている月食の際地球の影が月に映るが それは円形をしている。お論教とする。上記の1と3は、アリストテレス、天体論、第2巻でも論じられているが、2の指摘はない。また、アリストテレスは、自然学的な権利からの演疫も証拠に含めているが、プトレマイオスはそういった議論は含めていない。地球の不動の証明は、2段階に分かれる。まず、光点など、位置を変えることがありえないことを、地球は、 宇宙の中心という先に示した命題と自然学的な議論で示す。次に上空の雲や鳥が背後に取り残されるなどの効果が観測されないことから自転を否定している。一方、アリストテレス天体論ではもっぱら理論的な演劇によって地球の運動を否定している。ペトルス・アピアノスのコスモグラフィアに描かれている天球図アルマゲストでは 天体を地球に近い順に、月水星または、金星太陽、火星木星土星構成の天球としている。プトレマイロスによれば、水星、金星、太陽の間の順番以外は、天文学者の間で、ほぼ合意があった。この三者の間の順序に関しては、まず、距離を知る手がかりがほとんどないことを認めた後、の運動がと大きく異なることを注意する。そして、 これら二つのグループが太陽で隔てられるのが自然であるとした。当時、水星や金星の太陽面通過が観測されないことをもって、お太陽より遠くに位置づける説があったようであるが、それに対しては、軌道面が交わらなければ太陽面通過は観察されないので証拠にならないとした。後に、惑星仮説ではやや議論を修正して、太陽面通過が稀であることと、 惑星の小ささゆえに観測されにくいことを根拠にしている。後の著作、惑星仮説において金星を水星よりも遠くに位置づけた。この順序が中世を通しておおむね受け入れられる。なおプラドンは太陽を月の次の位置に置いた。古典気のギリシアの試作家たちは様々な宇宙論を表明していたが、現存する最古の数学的な理論体系は、 紀元前4世紀のエウドクソスの天動説に基づく同心球体説である。この理論は地球中心の等速円運動を組み合わせて惑星の逆光を含む天体の運行を定性的に再現してみせた。この成功は等速円運動の重要性、そして天が休憩であることを強く印象付けた。しかし、数値的な予測においては、 同時代のメソポタミアの三実的な数理天文学がはるかに優れていた。そこで独自の工夫を加えた新たな幾何学的な天文学がペルガのアポロニウスやヒッパルコス、紀元前二世紀らによって作り上げられていった。アルマゲストの体系はその集大成である。円運動に基づき、また地球中心で天を球体としている天はエウドクソスと同様だったが、 重円と、終点円、離心円、エカント、クランク気候、軌道面の振動といったより、技巧的な仕組みを導入した。また、純粋に幾何学的な理論に終始したエウドクソスに、対して、プトレマイオスの理論は、幾何学に基づきながらも、非常に数値的だった。幾何学的と数値を結びつけるための必須だったのが、弦の表である。これは、円弧の長さと弦の長さを表にしたもので、 今の三角法の起源である。アルマゲストではもっぱら縁のみで記述が進められ、対応する球体の構成は、後のプトレマイオスの著書、惑星仮説でなされることになる。そうじて、アルマゲストは、当時関心を集めたデータ、すなわち太陽と月の位置と実月色、惑星の王道に沿った方向の回転精度、よく単純なモデルで説明することができていた。これは、 対象にしたほとんどの天体の軌道が非常に円に近かったので、円運動による近似が有効に働いたからである。プトレマイオスはまず、太陽の運行を定め、太陽を基準に、月の運行を定める。太陽と月の理論を展開して後、構成の位置を太陽と月を基準に定め、構成のリストを掲げる。この構成のリストは、惑星の位置を定めるのに用いられる。 観測もこの順序で行われることになっている。ただし、実際には太陽の計測の基準としていくつかの構成を参照したはずなので、この順番にのっ,とって観測が行われたわけではない。メソポタミアの天文学では、実月食に関しては400年以上にわたるデータの蓄積があり、周期が詳しく調べられていた。また、新月の見える日の予測などと関係して、 月と太陽の位置を計算する理論も作られた。この理論に基づく日食の予測も試みられたが、あまり成功したとは言えなかった。一方、プトレマイオスは、太陽と月の位置の理論の精度を上げ、実月食の予測も、その理論の応用として導くことに成功した。太陽のモデルは、単純な1個の離心円からなるヒッパルコスのモデルを継承した。月は、 太陽と地球の両方の重力によって複雑な運動をする。このため、エカントを伴った受塩を回転させるという複雑なモデルになった。それにより、デサオも説明する精度の高い理論を作ることができた。ただし、月の距離の変動が最大で2倍にもなり、観測される四半径の変動に全く合わなかった。フトレマイオスによる惑星の運動惑星は、 終点円に沿って回転する。終点円の中心はは、樹円に沿って回転する。樹円の中心は、地球と異なる。また、終点円の樹円に沿った回転は、エカント点から見る、各速度が一定となるようになっている。惑星が王道から極端に離れた位置にはいかないことは、メソポタミアで、すでに気がつかれており、王道十二空に見られるように、 惑星の王道に沿った方向の回転に注意した。これを受けて、プトレマイオスは、惑星の運動を後継と、王道からのずれ、気抜きの変動を説明している。現在から振り返れば、外惑星の気抜きの理論では、終点円の角度は王道に対して、水平に保つべきであった。なぜなら、終点円は、太陽の平均運動を平行移動したものだったからである。 後世のコペルニクスの理論もアルマゲストを参考に作られたため太陽中心でありながら惑星は複雑に上下しながら太陽の周りを周回することになった。このキノキの理論は実用上も原理上も大きな問題を残した。特に内惑星の場合は理論計算も大層困難でプトレマヨス自身は精度の悪い近似で済ませている。また、 この新たな気候は光景にも影響を及ぼす。その件については、惑星運動の理論を展開する直前の第9巻にで簡単な言及はあるが、具体的な評価はしていない。光景などの見かけの位置の変化の説明においては、終点円の回転方向はどちらでもあっても良い。そこで、アルマゲストでは、外惑星の明るさの変化を手がかりに回転方向を決め、 内惑星もそれと同様だとした。これは地球と惑星の間の距離の変動をまずまず正しく再現した。恒星金星や火星について地球との距離の変動が課題で実際の見かけの大きさの変動には合わないという批判があった。例えば、レギオモンタヌスはプトレマイオスによると金星の見かけの面積は45倍。 火星は52倍変動すると数値を上げ、観察される変動よりも課題だとした。しかし、現在知られる地球との最大距離、最小距離の値を事情すると、各々のの46.7と51.9であるので、極端なズレは見られない。天体の見かけの位置に関しては、アルマゲストの理論は、当時の観測精度の範囲では、成功を収めたと言って良い。 このテーマが古代メソポタミア以来、伝統的に重視され、蓄積もあったためと思われる。特に、後継の理論は簡潔で精度が良かった。ただし、彗星に関しては、そもそも観測が十分でなく、あまり成功したとは言えない。また、気抜きの問題の扱いは、すでに述べたような問題を含んでいた。天体の見かけの位置の成功に対して、見かけの大きさの理論は、問題が多かった。 すでに述べた月の問題だけでなく、太陽のと地球の距離を認めながらも、その四半径を普遍とした。そして月の四半径は常に太陽のそれを下回らないとし、金感触を否定した。すでに述べたように、地球と惑星の二者の間の位置関係については、アルマゲストは極端に現実と異なっていたわけではない。しかし、太陽を含めた三者の位置関係には、大きな問題があった。 特に、内惑星については、定性的に間違った配置になっている。そのため、内惑星の満ち欠けは、適切に再現できない。中世においては、肉眼による観測に頼ったため、この効果は、距離の変動と合わさり、明るさの変動として観測された。内惑星の場合、実際には満ち欠けと距離の変動の効果が相殺するが、アルマゲストの理論に沿うと、常に太陽を背にしてしまい、 距離の変動がそのまま明るさの変動に直結し、明らかに過大な変動を予測してしまう。なお、外惑星の場合は、定性的には正しい明るさの変動が予測される。ただし、これらは比較的周辺的な問題であり、また中世の後半に、これらの問題のいくつかは修正される。常述のような、現象の予測と観測に直接関わる問題のほか。 次に述べる基礎に関わる問題が、特に中世後半より、系統的に指摘され続けていた。アリストテレスの自然学では、地球の中心周りの等速円運動しか天体に、認めていなかった。それゆえ、終点円や地球から外れた点を中心にする、受円はこの原理に反する。プトレマヨス自身は、地球の中心周りではない等速円運動をすべて、認め、 終点円などを正当化していた。しかし、エカントは回転速度の変化を実質上許容する仕組みで、アリストテレスの自然学に大いに反するとともに、自らの過程にも反していた。気抜きの変化の説明のために導入した終点円などの傾きの振動は、円運動の組み合わせで実現できるかどうか不明で、この問題は後世に残された。 常実の様々な問題点はコペルニクスの心理論への契機になった。このほか、プトレマイオスに限らず、惑星の運動を地球を中心で見ること自身の見通しの悪さもあった。気抜きの理論の問題はその現れとも見なせる。また、地球を中心にしてみると、内惑星と外惑星の運動は非常に異なって見える。プトレマイオスは極力両者を同じ枠組みで捉えようとした。 12巻の惑星の止めと逆行の議論では、通常外惑星のみに用いられるこれらの用語を内惑星に対しても用いている。また、すでに述べたように、近星の光景の理論は、形式的には外惑星と共通である。だが、見かけ上は統一して見せたものの、外惑星の終点円が太陽の平均運動を移してきたものであるのに対し、近星ではそのようにはなっていない。 水星に至っては全く異なった理論である。また、気抜きの理論は内惑星と外惑星で異なっていた。このプトレマイオスによる数理天文学の包括的な専門書はそれ以前のギリシア天文学書のほとんどにとって変わるものとなった。ある本はより専門的な内容であったために人々の興味を失うこととなり、別の本は単にアルマゲストよりも内容が 時代遅れになった。結果として、これらの古い本は、写本されなくなり、次第に失われていった。今日では、ヒッパルコスのような天文学者の研究成果について、我々が知る知識のほとんどは、アルマゲストでの引用に由来する。16世紀の本の口絵に描かれた、プトレマイオスの肖像。彼の、アルマゲストは何、世紀にもわたって権威ある書物となった。 アルマゲストの注釈はこれまでに、アレクサンドリアのテオンによるもの、パップスによるもの、アモニウスによるものなどがある。いずれもアルマゲストを超える内容は含まれない。また、精度向上や検証といったことはほとんど進まなかった。ただ、終点源などの数学的な概念への実在性について、プロクロスが哲学的な見地から疑念を呈している。 本書のような高度な数理天文学は、ローマ帝国の西半分ではあまり関心を引かず、本書のラテン語訳はもちろん、ラテン語での解説もなかった。当時のラテン語の天文学に関する書物は、一般知識人向けの天体の配置などの概説や、季節の決定などのための簡単で、理論的根拠も定かでない計算手続きについての、ものであった。 アルマゲストの最初のアラビア語訳は9世紀に2つの別々の仕事によって行われた。そのうちの一方はアッパース朝のカリフマームーンの援助によって行われた。ラテン語にアルマゲストが翻訳されるのは12世紀のことで、クレモナのジェラルドによってスペインのトレドでアラビア語版から翻訳された。ジェラルドは専門用語の多くを翻訳することができず、 ヒッパルコスを表すアラビア語のオブレーシュルなどもそのまま残している。また、同じ頃スペイン語版が作られ、後に神聖ローマ皇帝フリードリヒ2世の支援によってラテン語に重役された。15世紀になると西ヨーロッパでギリシア語版からの翻訳がなされる。レギオ・モンタヌスとして知られるドイツのヨハン・ミューラーがギリシアの才能あふれる数奇教。 ヨハンネス・ベッサリオンの勧めによって、ラテン語の小訳版を出版した。ただし、レギオ・モンタヌス自身のアルマゲストの理解は、ゲラルド・アケによって培われた。同じ時期に、ラテン語の漢訳版が、トレビゾンドのゲオルギウスによって作られた。この版には、本文とほぼ同じ分量の注釈がついていた。この翻訳は、ローマ教皇ニコラウス5世の支援によって行われ、 それまでに出回っていた薬本を置き換えることを目的としていた。この新薬本は非常によく改善されたものだったが、注釈はあまり出来が良くなく大きな批判が巻き起こった。教皇はこの本の検定を拒否し、レギオ・モンタヌスの薬本の方が好んで用いられ、16世紀のコペルニクスにも大きな影響を与えた。日本語、英語、フランス語、ドイツ語。ありがとうございます。